皆さんこんにちは。今ご紹介に預かりました RD 部門の瀬古と申します。よろしくお願いします。今日はVR と AI の融合ということでお話をさせていただきます。まずディバースにおける RD の狙いなんですが、これは端的に言いますと VR と AI を融合した先進技術の提供ということになります。で、VR の特徴というのはですね、現実世界のコピー空間を作ることができると、そしてその中で人とオブジェクトを相互作用させられることだというふうに私は捉えております。で、この VR という特徴と AI というのは実は非常に親和性が高いということが言えます。で、この内容を今日詳しくご紹介したいと思います。まず AI の現状ということで、皆さんご存知のことも多いと思いますけれども、特定領域において AI は人間をしのぐ能力を持つようになってきました。例えば画像認識ですね、これもう実用化されていますけれども、顔認識とか指紋認識などでは人間より圧倒的に高速に高精度に判別することができます。また人の動作解析ですね、それでは挙動不審者を大衆の中から見つけたり、あるいはテロ犯を識別するということが可能になっています。で、音声認識の領域におきましても、お客様の注文を自動で認識して商品を提供するというようなことが実際に行われています。例えば米国のマクドナルドなどでは、ドライブスルーのお客様をですね、実際にこう AI で注文を受けていると。で、そうすると誤認識といいましょうか、注文の間違いというのが少なくなったと、あるいは効率が上がったということが報告されています。さらには自然言語処理の分野でも AI は使われておりまして、最近増えてきているのがホームページの訪問客の質問にチャットで答えると、これ AI が答えていることが最近流行ってきたんですが、こういうことも使われています。そしてお客様の購買を刺激するということで進んでいます。まあ、その他にもですね、今有名な囲碁とか将棋ですね、世界チャンピオンに AI が勝ったということで、最近はさらに圧倒的に強いということになっています。で、ゲームの世界でもですね、人間のプロにも勝つような領域がたくさん出てきていると。例えばアメリカの、戦闘機、ジェット機ですね、敏腕すご腕のパイロットという人がですね、伝説のパイロットがゲームと対戦したというのがあったらしいんですが、それでも圧倒的に負けてしまったと、戦闘が追撃されてしまったというようなことが言われています。ということで AI は今どんどん応用先が広がっているんですけども、これを私どもは VR に応用していこうというふうに考えています。これが VR 空間だとします。そうするとオブジェクトがいろいろあるんですけども、こういうオブジェクトを AI で認識すると、例えばこのところでソファーですね、これはソファーだということを認識する、大きさを認識する、そして、交換というような形で他のものを同じようなソファーを選んで持ってくるとかですね、あるいはまあシャンデリアであれば照明がつくとか、あるいはこれ障子ですね、障子だとスライドできるというような機能を自動的に付与したいなと、そういうようなことを考えています。で、まあ、こういうものを利用して発注課金システムをつけたシステムにするというようなことで、ビジネスも行います。で、まあ、こういうようなものを使う場面というのはリフォームの前のお客様との商談とかですね、こういうものを実際に見せて共有しながら進めるとか、あるいは設計段階で、意思の齟齬がないように疎通ができるようにこういうものを使うということができます。で、さらに進みましてですね、AI を使って今の VR 空間そのものを自動生成したいなというふうに考えております。今現状、現実世界を、の形を取り込むために天群データというものが使われています。で、天群データと今、まあ、ご存知の方も多いかと思いますけれども、こういうふうなレーザースキャナーというものを置きまして、ここからレーザーを出して、で、対象物までの距離を測りまして、でレーザー、まあ、多くの場合レーザーの返ってくる時間などを使ってますけれども、距離で凹凸、対象物の凹凸ですね、3次元データを取ると。で、その点を集めたものを点群データと言っています。すなわち3次元座標の集まりですね、そういうものです。
でこれ例えばその例ですけれども、この装置を使って街角を撮ると、凹凸情報としてのみあるんですけれども、車であるとか、道路であるとか建物ですね、建物の微小な凹凸なども捉えることができると、こういうものを点群データと呼んでおります。それで、この点群データを用いまして、外の構造物建築物を VR 空間に変換したいなと思ってます。で、一つは画像認識というものを使うと、もう一つは点群データの形ですね、こういうものを使って、対象物を認識して、自動的に CAD のデータ 3D モデルに置き換えたいというふうに考えています。で、対象物を認識していますので、その特徴を付与して、先ほどのデータですと、この例えばこれは車だ、これ点群は識別はできないんですが、これを AI で認識して車だと、車であれば動くことができるということで、認識した瞬間にこれを走り出せることができるとかですね、そういうような形で、この VR 空間を作りたいというふうに考えています。しかしながらですね、 AI にも課題がありまして、この AI というのは機械学習というものをさせるんですけれども、通常はビッグデータが必要になります。で、このビッグデータというものはですね、しかもそのままでは機械は学習することはできなくって、通常は教師データという形で正しいものと正しくないものというふうに分別しなければなりません。で、それを今は人間が手作業で行っています。例えばこの、画像をですね、ここに鹿が何匹かいると、で後ろに木があるというものを認識させたいなというふうに思った場合には、実は鹿の一頭一頭をですね、この枠組み取って、これが鹿ですよということを示してやらないと認識できないんですね。で、しかもその枚数が1枚や2枚ではなくって、通常何万枚あるいは何十万枚とか、まあ、多い場合だと何千万枚ですね、そういうものを学習に使います。だから人間の手作業であるっていうのは、もう非常にもう膨大な手間がかかってしまうということになります。さらには鹿の領域を抽出したいという、領域抽出という AI もあるんですけども、その場合だとさらに大変でして、このピクセル単位で鹿の領域を塗りつぶさなきゃいけないですね。すなわち鹿というのはこの領域であって、この土でもないし背景でもないということを人間がデータとして作ります、教師データとして作ります。で、それを作って学習させるのでですね、これ1枚作るだけでも非常に手間がかかるんですけども、それを何万枚も作るとなると、もう本当に気の遠くなるような作業ということになります。で、まあ、そういう課題があるんですけど、実はこの課題そのものを VR で解決しようというふうに考えています。すなわち例えばこの空間を VR で作ります、鹿のオブジェクトをこういうふうに配置して、で木を入れて、で土、大地を作るというようなモデルを作ってしまうとですね、もうオブジェクトがどこにどういう形状であるかっていうのが分かっていますので、先ほど言いましたような人間の手作業が必要なくなります、不要になります。この領域だったらこのモデルを、持ってくれば、このモデルを枠組みを取ればよいですし、先ほどの領域抽出もですね、鹿のモデルのところだけピンク色にするという作業をするだけで、先ほどの膨大な人間の手作業が不要になるということになります。しかもカメラアングルを自由に変えて撮ることができるわけですね。だから画像をですね、たくさんの画像を一度に、瞬時に大量に作成することができると。だから機械学習をする上で、この VR のこういうシステムってのは非常に有利だというふうに考えています。で、VR を用いて AI を進化させると、進化を加速すると、そういうことに VR を使っていきたいと思っています。これは実際にですね、私どもが実験したデータです。CAD データを用いまして、これはシンクですね、流しのモデルを置いて、いろんな角度からざーっとたくさん枚数を取って、先ほどの機械学習の教師データとしています。で、実際にはテーブルであるとか椅子であるとか、ドアであるとか、いろんな10種類ぐらいのものを持ってきまして、で、各々のモデルを1000ぐらいですね、各々1000ぐらい集めて、でその1000ぐらいのものから画像をさらに十数倍して、1万数十数千の枚数にして機械学習をさせました。で、その結果はこれです。
これがディープニューラルネットワークの私どもが作った形のものですけれども、アーキテクチャですけれども、これを用いて機械認識させたところですね、この正解率が 93% と非常に良好な結果が得られています。でこの結果というのは、この機械学習に用いた画像は使ってはいません。用いた画像のものはさらに正解率が高くて 98% で、初めて認識させたものの 93% の正解率ということで非常に良い結果が得られています。で例えばその正解率 93% のものですね、ベッドであるとか椅子であるとかデスクということは認識されています。まず失敗例を見てみても、これを機械はソファーと認識したんですけど、まあ、人間が見てもですね、デスクとソファーだと思っても、おかしくないと。つまりこれが正解はデスクだったんですけども、でこれもテーブルというように機械を認識してます。丸テーブルですね。だけど実際のこれ回転ドアのその部分だけを抽出したもので、結構認識が難しいと。これも椅子と認識したんですが、実際には階段ということで、まあ、非常に難しいものを間違っているので、認識としては非常に良いものができているかなと思っています。でさらに今は画像の認識をお話ししましたけども、形状認識ということも実験を行いました。で、この場合ですと 3D モデルですね、飛行機の CAD モデルを持ってきて、角度の変えたものだと作ってですね、まあ、これも瞬時に作れますけれども、それを画素ではなくてピクセルではなくてですね、ボクセルというふうに形で立体として入れます。でこれを機械学習させるということを行いまして、これがそのディープラーニングのアーキテクチャですけれども、その結果、学習の認識正解率というのは 77% ということになります。まあ、今そこそこの値が出てます。もうさらに認識率を上げることは十分できると考えております。でこういうふうな形状認識と画像認識ですね、これを組み合わせてさらに向上、正解率を向上するとか、あるいは VR に応用していくということを考えております。で今お話ししたのがですね、この教師ありデータなんですね。すなわち VR を用いて、人工知能の教師データを作るということで、これは非常に高効率なので、有望な領域だと思います。さらに進んでですね、この人工知能には強化学習っていう機械学習の分野があるんですけれども、これは教師データは使わないんですね。これは実は環境を提供して、そこでルールを決めてやれば機械が勝手にその中で試行錯誤して、良い答えを見つけていくというものです。これはアルファ号なんかはここのやり方でやってます。すなわち5番という環境を提供してルールを教えて、その中で機械同士で学習させていったら非常に強くなったということなんですけど、この強化学習にもですね、AI が使えるというふうに考えております。例えばこういうふうな街のモデルを作ります。でそこで自動運転の車をですね、走らせます。何でも走らせます。そうすると、自動運転同士でこう学習するわけですね。どういうところで事故が起こったとか、どういうところで人を引いてしまったとかですね、まあ、モデルとして人も入れるとか、子供を入れてランダムに走らせるとか、いろんなことができるわけですね。でしかもこの中に VR ですか、自分自身が運転すればいいんですね。ただし AR と一緒になって、こういう空間をですね、中で運転して体験することができると。ただし VR、 今想像でしか私たちは自動運転というのがどういうものか分かんないですけど、実際に自動運転の後ろにつくとですね、非常にのろくってとろくってやってられないというふうに思うのか、あるいは安全運転でいいと思うのかちょっと分かんないですけど、まあこういうものを体験できると。あるいは自動運転の車に助手席に乗るとかですね、そういうこともできるので、非常に面白いと。さらにはロボットなんかも最近 AI が使ってます。介護ロボットなんていうのは注目されていますね。人手が足らないということで、そういうところでこのロボットに人を落とさないように運ぶための訓練なんかをですね、 VR の中でさす。でその時に自分自身がこの人になってロボットに運んでもらってですね、ロボットの運び具合の良し悪しの体験できるとかいうことができますので、非常に面白い学習の場となると思います。ゆえで、それですね、 VR と AI の融合というのはまさに近未来社会の縮図だというふうに思ってます。でこれはこれからの時代をリードする技術となっていくだろうというふうに考えられます。で、これはまあ今後5年間ですけど、今お話ししましたようなことを CAD の認識から、さらには VR の自動生成、そして広範囲の VR の生成で AI の学習環境の提供みたいなものをですね、
やっていけたらいいかなというふうに思っています。でまとめになりますけれども、AI を利用してインタラクティブな VR を作成する。で VR、 逆に今度は VR を利用して AI を進化させると、こういうふうな相互作用を狙っていきたいというふうに考えております。以上です。はい、リバース R&D 部門の瀬古からの発表でした。で我々ですね、こういった基礎の研究を応用して、でこちらを我々のシンメトリーというプロダクトの中に次々と展開を、していってます。で今後ですね、我々のシンメトリーがどういうふうになるのかっていうのを簡単にご紹介の方させていただきます。我々はシンメトリーを使って皆さんの頭の中にあるイメージですとか、お互い の、 アイデアとかを相手に共有をして、でコミュニケーションを取るというような、そういった世界を、作っていこうとしています。で現在我々こういった AI を使ったさまざまな学習を行ってまして、将来的に我々シンメトリーの中ボイスのユーザーインターフェースとジェスチャーというのがメインになっていきます。でこちらを使うことで初めての方でも非常にシンプルに簡単に自分が思い描いたアイデアイメージを相手に伝えてコミュニケーションを取ることができるということを可能にしていこうとしています。で我々はさらにこの AI と VR を使った研究というのを進めていきまして、AI と VR をもよりもっと融合していくことでこの世界を加速させることができるのではないかなと考えています。例えば自分が思い描いた空間に椅子を置いたとして、でこの椅子と同じ大きさでもっと違うものは何かないのかとか、または今のあなたの部屋の雰囲気に合ったインテリアこういったものだっていうレコメンドを自動的に AI 側が行っていくような、そういった世界を我々はこのシンメトリーの中で作っていこうとしています。でもう一つはですね、この実際にこの空間の中で皆さんがビジネスで使っているこの場所自体がですね、 AI の学習の場として我々は利用しようとしています。人がどういったものを好むのか、またはどういったものが人が喜ぶのか、そういったこの空間の中でのビジネスで皆さんが使っている人の感情であったりだとか情緒的なもの自体をもう学習のベースとして、人とは何だっていうものをAI の方に学習をさせていって、で将来的にはこの世界の中で人が最も自然に最もシンプルに自分の思いを作っていけるような、そういったプラットフォームの開発というものを我々は目指しています。我々今後もですね、こういった AI と VR というものを融合させること部分というのも次々加速させていきまして、より皆さんが使い勝手の良いVR と AI によるビジネス環境というものの構築を目指していこうとしています。どうぞご期待ください。ありがとうございました。